車のホイールの書き方。まずはホイールを観察してみます。ホイールを真横から見ると深円です。5本スポークは正五角形。今度は斜めから見てみます。斜めから見ると楕円になり、円柱を切り取った形になります。楕円の面上に正五角形が乗っているようになります。円柱を切り取ったように奥行きが出ます。以前円柱の描き方動画をアップしたので参考にしてみてください。観察したホイールを基本図形に置き換えて描いてみます。図形を構成している線がどこで交わっているか、基本図形がどこにあるかを意識しながら描きます。斜めから描く場合は厚みが出るので難しくなります。まず斜めから見た円柱を描きます。円状に五角形を取ります。ホイールの中心を少しへこんだ位置に描きます。リムからへこんだ円の中心に向けて線を結びます。コンケーブの奥行きや三次的な立体を描くには基本図形を描くスキルが必要になります。厚みを意識して描き込みます。まずは観察とトレースから練習してみてください。日々精進。